ここからはフォルツァ SC 相模原です。今回は左サイドバックを主戦場にしている若きスピードスターの参加場に迫ります。ここからはアリオ橋本の提供でお送りします。フォルツァ SC 相模原、今回のゲストは今シーズン育成型期限付き移籍で加入した福島竜也選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうですか、そのチームの雰囲気って。チームの雰囲気も全然悪くはないですし、まあ、僕は若いのでこうどんどん若い力っていうのを、まあ、見せていけたらなと思いますけど。腹立つな、若いって自分で言いやがってそうですね、まだ確かに若い、はい、19なんで。ではご自身のプレースタイルを教えてください。サイドバックなのでこう前への推進力だったりっていうのは自分の中で、まあ、武器にしてるのと、まあ、守備のところではやっぱりこうボールを奪いに行ってね、ボールを取って攻撃につなげていくっていうのは、まあ、自分の持ち味かなというふうに思います。レッツエースの時に毎日散歩朝6時半からあったんです。早っ。はい、それの多分習慣があって、でもすごいこう目覚めるんで、うん、朝の散歩はめちゃくちゃいいです。散歩しながら何を楽しんでたりするんですか。基本音楽聴きながら散歩して。音楽って何聞かれるんですか。僕は J-POP です。結構昔の尾崎とか好きです。結構渋い感じなんですね。渋いですね。歌詞がすごい好きなんで、歌詞重視で音楽を決めるんで。ちなみになんですけど、尾崎豊さんのおすすめの曲って何でしょうか。はい、僕は卒業っていう曲とか好きです。卒業ね、有名なんですけどね。ちょっと歌ってもらえたら思い出すんですけど、す、ね、私どんな曲だったっけな。この支配からの卒業ありがとうございます、はい、すいません無茶ぶりを大丈夫です。福島選手は一番何に支配されてましたか。もう学生時代はもう勉強ですね勉強、はい、そこです。尾崎豊さんは勉強ではないと思うんですけども、その卒業っていう歌詞の意味は。まあ、そうですね。でもなんかこう自分とこう照らし合わせて、うん、卒業したなんかこういろんな感情が浮かんでいきますね。なんか朝の散歩なすごいカッコつけちゃいそうですね、それ聞きながら。めちゃくちゃ多分カッコつけてるっすよインスタをね覗かしてもらったんですけども、はい、なんかねおしゃれな格好してなんか竹やぶみたいなところ行かれてましたけども、あれはどちらなんでしょうか。神奈川県のお寺なんですけど、はいはい、報告寺ですかね。あら、なんかねかっこいい感じでインスタ映えされてましたけど、はい、インスタ映えしましたね。 あれはちょっと誰と行かれたんですか。あれはそうですね、まあ友達と行きましたお友達と。それはその報告寺行かれて何をされたんですか。なんか前から行きたいなと思ってて、はいはい、報告寺はすごいこう有名じゃないですか、竹のすごいこう、はい、すごい綺麗でした、お写真見たところ、はい、僕そういうなんか歴史とか超好きなんで、はい、昔ながらの建物とか。他にどこ行かれたんですか。お寺とかはまだ全然行ってないですけど、うんうん、京都は今年行きたいなと思ってます。金閣寺とか、うん、ここら辺すごい一日でこう全部回ってみたいです、いろんなとこ。結構なんかお若いお若いってご自身でおっしゃられてましたけど、その尾崎豊さんを聞いたり、はい、そうお寺とか見たり、渋いですね。地元宮崎なんで、はい、田舎出身なんで、なんかこうこっちの関東の子たちと比べたら花はないと思いますけど。その髪型の人がよう言いますわ、まあ、こっちに来て花咲きました咲きましたか。はい、僕は
結構クロスを武器にしたいと思ってるので、雄大とかに蹴ってもらってロングキック、それをまあトラップしてサイドからクロスを上げる、シンプルな練習ですけど、それをずっとやってますね。クロスをする時のコツとかって何かありますか？その選手の特徴によって、まあ、身長がそんなにでかくない選手がいたなら、まあ、どっちかというとヘディングで合わせるというよりは低いボールで速いボールをキーパーとディフェンスの間に入れた方が、まあ、得点決まる可能性っていうのは高いと思いますし、そういうところのこう使い分けっていうのは大事かなと思います。では最後にファンサポーターへメッセージをお願いします。自分自身まだまだ足りてないことたくさんあるので、それを、まあ、ピッチで見せれるように、頑張るので、ぜひスタジアムに足を運んでください。お願いします。ここまではアリオ橋本の提供でお送りしました。